皆さんどうもこんにちは。今回もですね、新三国無双2、四武器取得動画撮っていきます。前回ね、食軍が終わりましたということで、今回から、ごめん、鼻水が出る。今回からですね、加工豚の四武器を取っていきます。ちょっと鼻噛みます。お鼻くそが、右鼻の奥にひっついとる。取りにくい。ということで、関羽千里侯の曹操軍、トン兄の四武器を取っていきます。トン兄の四武器。これね。さあ、条件はですね、曹操軍で関平を撃破すると木箱出現らしい。これ、強いかな、微妙やな。で、セットは欲しいやろ、100個いるやろ、カッター、真空、で、強力。よし。カンペどこや、あれカンペおらんやん。あ、カンペそのうち出てくるんか。そのうち出てくるか。あ、そうか、これ。なんか守るんか、みんなが。みんなが守ってくるけん、それを倒していかんといかんのか。関はもう行ったのか。ああ。追うのか。奴は危険だ。お前も分かってるだろ。それだけか。ふわ。関、待て。曹操の恩義にはすでに報いたはず。褒めるな。ならん。お主が行けば猛徳の災いとなる。ならばまかり通る。よっしゃ行くぜ。これさ、馬車は攻撃できんかったよね。これ無理よね。意味ないっすよね。よし。おーい、弓兵がおるか。さあ、関を守るアホどもが襲いかかってくるんで、それをひたすらバッサバッサとなぎ倒し、関を倒しましょう。で、その前に関平を倒したら木箱が出てくるらしい。これもシュートね。倒して、誰か僕倒して。OK。あーしゃ。よいしょ、すげえ。バカ強なんだけど、マジで。半端ないんだけど、関を相当逃げるよ。関平がね、どこに来よったっけ。もっと先か。これ、関を追いついてしまうんやけど、大丈夫。来たね。どこに、あお。心身、これは違う。いやん。
ちゃ距離。よし、ああお前ら邪魔やわ。で、4の砦が開いたんで、4の砦のもうぼちぼちカンペ来るんじゃない。まだか。え、あれ全部弓兵もしかして。カンペ来た。うわ、全部弓兵や。やばい。これはまずいぞ。よし、これで木箱が出るはず。どっちに出る？お、近場やな。あれか、近場でんな。これです。え、なんなん、あのなんか色がついてるのとついてないの何の違いな。よくわからんねんけど、なんかついとったよね最初の方のキャラ色が。よし、行こう。あー、ちまって。もう、何しよう。第5の砦まで行って、カーンを倒しましょう。無視します。あなた無視します。連れ戻しに来たが、やはり貴様を倒す。やむを得ん。いざ。はい。おい。OK。おい、よし、素晴らしい、素晴らしい、偉い。ひたすら、ひたすら、ひたすら切り刻め。ひたすら切り刻め、ひたすら切り刻め、軍心を書こうとの。あ、あー、おっしゃ、ざまあみろ、俺の勝ちだぜ。見事だ、この首持ってまいれ。お前の首などいらん。持っていこうにもひげが邪魔だ。よっしゃー、カゴートンの4武器ゲットだぜ。あー、次のやつ嫌やな。次転移か。転移巨長、嫌なやつが続くな。心配です、オラ心配です。これメッキリンガ、あ、これ結構いいね。攻撃力26、弓防御力プラス60、素晴らしい。これが素晴らしいわ。騎乗防御力56、これいらん。攻撃範囲24、まあ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 ってとこやな。まあまあってとこやな。ということで、加工とのユン武器取得動画、これにて終了します。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。次も頑張りましょう。